はーい、どうも、ナオトだよ。今日もね、カーボノーラデコ使っていきたいと思います。今回は、この前のカーボノーラデコの動画と違って、イカ忍者を採用してやっていきたいと思います。ナナとね、無印のカーボノーラもイカ忍者つけてた時もあったけど、あんまイカ忍者つけなくて、イカ速ガン積みの方が使いやすかったわけだけど、今回はね、クイックボムがあるから多分イカ忍者がね、かなり強力なんじゃないかなと思って、今回はね、イカ忍者カーボノーラデコで、ガチマッチやっていきたいと思います。それでやっていこう。はい、マッチングいたしました。スメーシーワールドのガチャガーよしやっていくぞ。さあ、まだね、スメーシーワールドからよくわからない。言いにくい。さあ、編成は、編成的にはこっちなんか戦いやすいかな。敵チャー、リッターにハイドラだから、まあ、戦いやすいかな。敵が攻撃武器だから、それに気をつけて立ち回っていきたいところ。さあ、イカ忍者をね、うまく駆使して、さあ、やれない。結構キャンピングシャイターうざったいよな、あれほんと。普通にうざったい。さあ、潜伏してアーマーが来る。さあ、アーマーあるから、イカ忍者の方消えちゃうんだけど。潜伏して、あ、ここいるな。やれない。さあ、食い込みを決めていく。食い込みマジで強い。追い打ちの食い棒が。ここ敵どこいるかわかんないから、適当に。センサーついてるからな。バレてるんだけど、あ、味方落としてくれた。さあ、こっち裏もあるよな、そしたら。さあ、ここピッチャーも溜まってるからさ、さあ、これ、やれねえな、これ。いいよ。一頭まず退散して、これはコケコピッチャーで追い込んでいく。さあ、コケコ投げかまくっていく。さあ、コケコはこっちに左上と誘導してくれてるんで。さあ、やっていく。オッケー。さあ、もう一枚やっていく。これでいけ。ちょうどアーマー消えた。これは美味しいな。さあ、これバブルランチャー。さあ、これカバー入れていきたいところだけど、やれねえな、これ。これはやれないから、とりあえず待って、こういう時は待つ。敵が来るのさ、これバレたな。バレてますね。さあ、やれない。さあ、逃げよう。さあ、これ、やれるな。さあ、やっていく。さあ、2枚やっていく。さあ、これでかい。これで、矢倉進めばいいんだけど、進まないかな。味方乗ってないのと。さあ、追い打ちをかけていく。強い。いや、マジで食い込ん強すぎ。マジで強い。フィーボで追い打ちかけちゃうの本当に強い。じゃあやる。さあ、ワンバンスキル取っていくよ。さあ、このまま。いや、マジか、見てるね。いやー、強い。いや、キャンピングシェルターさ、やっぱ一角取れると本当に強いわ。一角取るのが、一角武器なんだけど、一角取るの難しい武器だから、でも一角取れるとマジ強いわ。そこはステルスジャンプをかましていく。さあ、これやれるんじゃないか。やった。これ。敵どこにいるのか。さあ、チャーが進んでる。これとりあえず。コケコピッチャーで。いや、マジか、ちょうど。いや、これ、ゴリ押しで見てくんのか。やられた。さあ、とりあえず。どうしよう。とりあえず、カウント37か。ここね、やってと思ったのは、結構カウントガンガンすぐ進んじゃうから。関門は3つあるんだけど、結構すぐ進む。ちょっとこれ死んだ。死んでない。死ぬ。さあ、クイボとイカ忍者かなり相性いいわ、これ。普通のカーボンローラーより相性がいい気がする。これやっちゃう。やっていく。さあ、もう1枚。オッケー、2枚持ってた、2枚持ってた。これ、いくぞ。カウントもうちょっと詰めたいな。憂鬱37は結構怖い。飛んでいく。さあ、第2関門までは突破してるから。で、敵は関門1個も突破してる。むしろカウント100から動いてない。で、敵攻撃武器2枚だから、多分。攻めるのは大変だと思うけど。まじ何キルタイム早いハイドラ早すぎさあ、ここから行くよ。さあ、敵のハイドラがスーパージャック溜まってる。それが敵スペシャル溜まってないから、もうこれガンガンいっちゃおう。ガンガン奪っていっちゃう。機動力を生かして、アーマーもついてるし。さあ、これ敵が、多分ヤグラ乗るから、ヤグラ乗るの待つ。あ、で、チャージャーお邪魔していく。矢倉もやっていく。さあ、これね。さあ、3枚やった。正解。さあ、これ OK。あと1枚はハイドラがどっかにいるな。ハイドラどっかに隠れる。ちょっと待って。ピッチャーが上ですね。さあ、入っていく。で、スーパーチャッキ入った。さあ、今の食い込みだ。うますぎ。今の食っていうと最強だわ。今のはね、確実に当てれるようになったら、まあマジか。今の食い込みをね、正確に当てれるようになったらマジで強い。ナナと今練習中なんだけど、今度ね、カーボンローラーデコのね、クイックボムのね、なんか技をね、紹介する動画あげるんで、ね、まあ、明日出そうかな。楽しみにしててください。もういろいろね、ナナとも試し打ちしてて、マジマジこれバレてんのか。何言ってたっけ？あ、そうそうそう。クイックボムのね、コンボ技結構何個か見つけたので、試し打ちしてて、それちょっと紹介しようかなと思います。で、なんとまだね、紹介するんだけど、多分できない技もまだあるので、できないっていうか、実戦で使えるレベルまでいってない技もあるから、まあ、それも合わせて、そこは練習しないとね。これはもう、落ち着いて。オッケー、3枚やっていく、キルを稼いでいく。まあ、あそこで戦力バレなきゃもうローラーの強みだよな。矢倉はお手のもんだから、ローラー。オーケー、ナイスーっていうか、最後、なんだかんだで負けそうだったのあんま気づいてなかった。危ねえよ、カウント。オーケー、17キル、ナイスー。ちゃんちゃんちゃん。はい、マッチングいたしました。スメーシーワールドのガチャガラー。よし、やってくるよー。さあ、行くぞ。行くぞ。チャララン。さあ、編成、敵シューター3枚。オッケー。こっち。オッケーオッケーオッケー。まあ、編成的にはお互いどっちもどっちやな。てか、デュアルスイーパーカスト、新武器のデュアルスイーパーカストもクソ強いんだけど、あの武器マジで強いね。さあ、バレてんな。行かないと思いきや行くんでしょ。味方やられたから安心すると思うでしょ。あ、見てるわ。当たってないからバレてないんだ。ナイス。さあ、これ矢倉進むな。さあ、とりあえず道だけ作っといて、ここら辺塗っとくと、で、ここは後ろに下がってコケコピッチャーで敵の行動を制限していく。あ、これ味方死に2枚落ちてる。ハイパープですか。いや、あの洗濯でいけないな、これ。行きたいけどいけない。やれね。パス当てた。やれね。コケコピッチャー。コケコピッチャーで。追い込んでいく。さあ、これバブルランチャーに紛れていけないか。これバレた。あ、バレてるわ。あれ、ワンチャンバレてる。あ、バレてない。あ、よかった。さっき、バレてなかった。さあ、でも7と、あ、うん、これいける。さあ、飛んでこないかな。味方頑張ってる。味方強えな。さあ、味方飛んでこい。飛んでこい。いるな。さあ、これ、いや、これ死ぬわ。洗濯機強え。そこに潜伏しとったか。洗濯機強いな。ここだな、スメーシーワールド、あれ。うわ、あそこの宝見るのが正解だな。あそこ見ない、あそこ、敵インクに慣れてたら、見る。さあ、強い、食い込ん。でも食い込んで横振りがマンちゃんって、これバレてるのに、バレてたって強い。クイックオン強い。でもイカ忍者でね、敵多分わかんないと思うんだよ。クイックオンしぶきと。さあ、これやれるかな。これ死んだかな。これは死んだわ。生きている。さあ、しかもイメージを持っていくっていう。どこだっけ。いや、死なないか。死なない。マジか、これ。今、小爆判定とカス当たりだったな。いやー、今の。まだね、こう、あれ、まあ、使ってれば、まだね、こう、なんだろう、100ダメージの計算ができてないというか、もう、まだね、今のも、なんとか勝手に倒したと思って、ダメージの計算できてれば、もう一発冬場当てれたんだけど、まだまだ修行が足りんとこやな。よし。ナイス、味方、やめに来てる。あまり位置バレたから、もう行っちゃおう。一発いける。いや、無理だ、これ。やばい、塗り状況やばくなってきた。味方、矢倉乗ってるのはナイスなんだけど、塗り状況が非常にまずいから、これはワンチャン逆転されるぞ。でも味方がスペシャルで使ったアーマー入ってくれる。さあ、こいつ一回、コゲコで索敵しつつ、さあ、右で味方がやられていく。さあ、右にもなんかわかんない。リアルスイーパーが中央にいる。さあ、こっから矢倉止めると強い。なんとなく、まだあんまやってない。さあ、2枚やる。これでいけ。可能你永远离地了，他会看我。とりあえず塗り広げてコケコピッチャー、コケピを貯めていく。コケピって略し方いいな、さらってコケピって言っちゃう。今度はコケピっていう。さあコケピ、コケピを投げていく。コケピを発動してコケコを投げまくって、これでしょ。あれさっきさっき当てた。オッケー、つくいコン強い。さあこれ乗っかったなあ。効果かも。いやマジもう洗濯機強い、洗濯機射程長いんご。さあでもカウント7まで進めて関門までと、これノックアウトいける？ノックアウトしたい、ノックアウトしていきたい。バイトないけどやばい、7トリが死んだ。バブルランチャー今隠れて、さあ食い込みを決めし、マジで食い込み強いんだけど。あ、外した。さあ1枚持っていく。もう1枚持っていけるか。強い真面目に強いんだけど。やばいか。まあ、オッケーオッケーオッケー。いや、マジで食い込み強いんだけど。やばい。なんかね、使えば使うほど、どんどんその食い込みを慣れてくる。使えば使うほど強くなっちゃう。ナイス。いや、これ強いわー、これ。マジで強い。イカ忍者最強だわ。イカ忍者強いわ、普通に。まあ、クイコンも強い。まあ、クイコンが強かったな、この試合は。でも、イカ忍者強いよ、マジで。OK、7、ナイスー。タン。えい。はい、マッチングいたしました。スメーシュワールドのガチャグラー、よし、やっていくぞー。さあ、だいぶ覚えてきたぞ。スメーシュワールド。さあ、いくぜ。よし、いくぜ。さあ、編成。てか、ラピエリ使ってる人多いな、新武器。ラピエリの新武器、これ、ラピッドブラスターエリートデコだっけ、わかんないけど、忘れたけど。サブスペなんだろう。シールドか。シールドってなんだろう。さて、来ないかな。来ないから、ここ裏取りしちゃうか。バレてないと思うけど、バレてないな。さあ、こっから矢倉上叩けば、こっから矢倉上叩くの強いな。関門でちょうど、よし、あれ、ちょうど関門のところでちょうど上から叩けるから、あそこから裏打ちして止めるの強い。さあ、これ、コケコピッチャーで索敵しつつ、コケコピッチャー投げてる時のコツなんだけど、コケコピッチャー投げたら、そのコケコをよく見て、コケコがね、どっち行ってるか見て、ちゃんと敵の場所考えた方がいい。うん、ただ投げるんじゃなくてね。コケコはちゃんと索敵する能力があるから、それをうまく利用していかないと。あれ、テロリスタ。これバレてるわ。さあ、これ一回退散して、さあ、関門突破させたいな。でも一応押してるから、このまま押して、どっかでキル持ってきたいけど、味方やられちゃう。さあ、これやられるわけにいかない。ラピがここ見てくれてる。あ、やばい。これ死んだ。逆にやり返していく。さあ、近距離はお手のもに死ぬ。いや、マジか！ここで死んだら意味ないよ。せっかくいいキル取ったのに。いや、で、そう、デュアルスイカカスタム、スプラッシュボンも雨降らしでしょ。絶対強いやつやん。じゃあね、これ関門突破されたな。あ、非常に行きたいけど、ナイスでかいね。さあ、関門突破されていく。さあ、やだね。さあ、やだね。勝つかよ。あぶねえ。さあ、コケコピッチャー投げて、これちょっと味方に、ここはちょっと味方に任せるしかないな、コケコピッチャーね。やばいな、これ。よし、やった。ちょっとこいつやろう。やるけど、いや、22まで進められていくのも知らない。これ逆転できるかな。22って結構辛いな。関門がな、2つだからな。関門突破するのマジで辛いかもな。敵ハイプで持ちいねえから、まあ、いけないこともない。ハイプで持ち入れたのに1回大幅リードでやると結構きついかも。さあ、コケコピッチャー、コケピを投げまくって、敵の場所を把握する。いや、マジか。ちょっと降りたの不正解だな。やっぱコペ君とコケピを投げてるときはコケコが爆発しそうなタイミングで一緒に攻め込むのが強い感じかな。そんな気がする。コケコ爆発するまで時間かかるからな。君と一緒に攻めるのが正解やな。さあ見えている。いや今の死なないか。せっかく神エイムを見せるが、さあそこを来てるのは分かっているけど、これまた見られてる。攻撃できるじゃなくて、あの場所がこれひとまず退散。死なない。危ねえ。マジで危ない。ここ登ってくる。ナイス。オッケー。とりあえず関門は突破していきたいところ。先も投げる。いっちゃった。しちゃった。やべ、神エイム。今のは神エイム。危ねえ、ちょっと待って。集中すぎて何も喋ってね。さあ、イカ忍者でご了承で攻めていく。さあ、お前もやれるか。やるね。いや、まあ、そこにもいいのか。そこにもいいのかよ。いいセーブペアは。さあ、ジャンプ。さあ、リードした。さあ、雨降らし。さあ、あそこ見てんのか。よしキューブだった。あとちょっと。それで第2関門突破しよう。こういうやつを。しばいていく。これでかい。このキューブでかいぞ。やりたい。ナイス。ヤグラ上、これで敵はヤグラ上乗れないはず。これで敵はヤグラ上乗れないはず。1枚やった、1枚やった、1枚やった。ナイスナイスナイスこういう逆転があるからスプラトゥーンやめられねえんだわ。気持ちいい。この勝利は気持ちよすぎ。いやー気持ちいい。ナイスオッケー、ナイスいや、まじイカ忍者。やばい、コケコピッチャー6回持ってる。はい、マッチングいたしました。モンガラキャンプ場のガチヤグラよっしゃっていくぞ。さあ、モンガラキャンプ場のガチヤグラ。あんまり勝率が良くない。やっぱモンガラに結構カーボンの方が強い。あ、強いじゃない。きつい。どうなんだろう。まだなとか研究足んないっていうのもあるけど、なんかやってる感じ結構辛いわ。射程がね、やっぱどうしても対岸の長射程にきつい。特にラピッドブラスターって射程投げブラスターがマジできついわ。ジャックをとりあえず塗りたくるテントしてって、こういうとこあると、イカ忍者が生きていくんですね。もう一枚乗っていきたいけど、さあ、コケコピッチャー、ここは。コケコピッチャーで正面を押さえる。正面を押さえるから。よっしゃ、ナイスナイス、ここ。正面を押さえるから左は任せた。さあ、正面から来るとき、押さえるときは、とりあえず矢倉を進むはず。ナイス。さあ、これ、ノックアウトしたいな、このまま。左にいやマジか読み外したあれ引くのか今のはなダメだな今食い棒に甘えたな今確実に敵のしぶき見て一発で横振りか縦振りでこれやれんのその16かまあモンガラ16でかいからさモンガラなんせ第1関門も第2関門も突破するのめちゃくちゃ辛いステージだからここ潜伏入れるけどスキルないどこにいるここら辺にいそうどこにいるな敵の場所がわからんゴールなんでもうどこにおんねん本当にカーボン潜伏にしばかれた全然気づかんあ敵雨降らし多くねあこれ止めれるかなさあ矢倉を止めていくオッ強い。いやーマジこういう時のクイボと横振りマジで安定。近距離戦マジで負けねえわ。勝って勝ってやった。オッケー3枚やった。これでとりあえず上から増えていて、じゃここのカモ、ここは強いなもんがな。よっしゃやった。強えー。ここのカモは強い。ナイス。これで矢倉進むんじゃないか。もうリードしてるから別にそんな無理して矢倉乗る、無理して攻める必要ないけど、まあ、これはここでじゃあ正面のカーブの野菜をいやマジオッケーナイス。なんかコケかこれコケこれでいいかあのねさこれイカ忍者でいやマジかー。ちょっとご利用しすぎたー。合流しすぎてスプラッシュボムでやられていくー。さあさあさあパスに行くするけど味方やられたから多分敵来るのさあ。こういうところはねクイボつかんないでしっかり縦振りのエイム当てるのがいいだね。いやマジかー。もう潜伏しとる。いやーこのカーボの潜伏刺さってんだなと思う。クイボの追い術で使われても分かるね。もうクイボがうざいっていうね。カーボが出て詰めているあんな時ないのやだなんだ。クイボらしい装飾着地狩りは狩るやばいな。着地狩りを確実に勝っていく。そこまでいるナイス。オッケー。さあそしてジャンプもしっかりだ。オッケーナイス。さあもうジャンプないこと確認してオッケー。オッケーあと40秒。しっかりボールするだけ。コピコピッチャーも溜まってるからこれコピコピッチャーで押そう。敵こうしてよしよしこれいやマジ俺こういうとこなんだってな。ここ無理する必要ないんだよな。こういうので逆転されるかな。なんか勝ってると余裕こいで突っ込んじゃうんだよな。すぐダメだ私ね。これ突破されなきゃ第一かも。突破されないかナイス。キューバ当てた乗ればこっちオッケーナイスーナイスー強いー。あーモンガラね。モンガラね難しい。モンガラは多分どのルールでも結構難しいかな。カーボンのアデコはでもねはい最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけたならチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたします。あと Twitter もやっているのでぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃねバイバイ。ナナトでした。また見てねバイバイ。